534、510が回転だった24ゲーム、中リール中段ゴースカモン。これが完全に意識が離れた瞬間ですよ。神が降臨する瞬間です。見てください、これスマホを取ろうとしてるんですよ。僕は完全にこっちに意識をいかれちゃってるんですよ。これが無我の境地ですよ、だから言ったでしょ、もう完全に今俺このレバー関係なかったのよ。入ったって思ったのよ。こっちに意識集中してたからね。これはね、僕の108の奥義の中でもかなり難易度の高いやつですね。無我の境地、無我の境地、思わず涙目になってるでしょ。これは出そうと思って出せないやつだから。勝った、今日は勝ったよ。完璧だったもんね、レバーが入ったって思ったんで。おいやー、あれが出せるようになったら最強なんだけどな。来ましたよ、リーチメガー、にーさあ、ここであったが100年目だぞ。見てろよ、絶対やってるからな。もう何しか狙わねえかんな俺な。いいか、
みな。ウェルビー。よし、いいか、ウェルビーな。難しいね、難しいね。おお、うそ、びっくりした、びっくりした。ストックを引っ張ってこないことにはノック引いたところで5連ポッキリで終わるんですよね。だから僕過去に1日外戦でゴット4回引いて5000枚だったことがあるんですよ。5000ゲーム以上回したかな、その時6000ゲーム近く回した、5800とか。でも綺麗に全部5連で終わってね。見た目上ゴット2発と1なんで11、次で最後ですね。見た目上はする転廃しないでも全然期待と違うもんね。よし、あー、これ転廃しなかったらもうダメ、うん、あーもうダメ。来たぞー、アイストラー。さあここでゴッド2回引いたワニキューが来ますよ、お父さん、ね、お、ゼウスは外れて乗るからね。逃げるじゃ飲んねえよな、ちょっと調子乗りすぎたな。天国って何が天国って、上乗せの確率が天国ですからね。
ー弱いね。そう簡単じゃないよね。ここまでか。どうでしょう。いいね。通天パイゼロはいいね。いや、これはいいと思わせてダメなパターンだな、お前。ほら。やれ。おほう。この G ゾーン中の鏡は熱いよね。もう一回来たらもらったよね。来ないんだよね。あああ、ここまでですか。14連一応潜る場合もあるんでちょっと打ってみます。もう初当たった時はこんな感じで中段リプレート右上がりキナナを引きまくってっていうところからスタートしましたね。まだいたかな。まあ、ちょうど30ゲーム。鼓動演出最後まで聞かないもんね。心臓演出成功。これは残骸とかテンパっちゃうといよいよ終わんなくなりますよね。まあまああったら雨ぐらい流れてますんで。はい、26ゲーム。はい、28ゲーム。29ゲーム。そして30。第3押した瞬間にさっきはバーン言ったんだけど言わない。はい、終わりました。ちょっとこの画面で終わらせるのはあれですけれども、終わらせましょう。
はい、ということで神頼み大成功でございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。神頼み、久々に凱旋行きましたけどもね、決まりましたね、無我の境地。もう完全に、まあ皆さん10年20年とパチスロ打ってくるとですね、まあ、ちょっとここから講釈垂れますんで少しお付き合い願いたいと思うんですけれども、やっぱなんでしょうね、本当に意識が飛んだレバーオンって最強じゃないですか。でそういうレバーオンを心がけようとしても、結局心がけてる時点でそこには至らず、いろんな欲が交錯して欲まみれなレバーオンになってしまって、思い通りにいかないっていうことがほとんどなんですよね。100回やっても100回多分そうなんですよ。多分1万回やっても1万回そうなんですよ。10万回やって10万回レバー叩いて1回ぐらい本当に全くそのレバーを叩く動作がですね、これがもう自然の摂理というか、そういう時に行った時にリンクする瞬間、これ無我の境地だと思うんですけども、ちょっと言い方がかっこ悪いんで、そうですね、無双一戦まあともあれ、あれ本当に来たんでね、あんま言うと嘘くさくなるんですけど、まあだけどよかったです。ゴッド2発引いて、でループストックもなんとか AT 中のゴッドのおかげで、5発6発ついてきてくれたおかげでですね、凱旋の投資が23本で4800枚、大勝利でございます。ありがとうございます。はい、いう感じで、やっぱりその波の荒い機種ですから、おっかないっていう気持ちがやっぱ先行して、なかなか手出せないとは思いますけれども、手出すときはもうやってやると、もうこの一心ですよね。そういう覚悟がなきゃ打っちゃダメですよね。多分負けたときに後悔すると思いますんで、いう感じでございます。はい、これにてですね、キング大和川27日お邪魔してるんですけれども、前回が番長すかしてブラッドプラス2で、今回が窓マギすかして凱旋と、ちょっとね、打ててないですよね、例のあれが。というよりは、設定が積もれてないと。で、次回の11月27日ですね、日曜日です。で、結構、キング大和が土日が重なると、前も番長がえらいことになってましたけども、景色が半端ないことになりますんで、まあ、果たして入場抽選、いい番号引けるかどうかなんですけどね、おそらくこれ、配信された10日後。1週間後ぐらいにはなってると思いますんでですね、27日日曜日、11月27日日曜日ですね、キング大和川お会いしたいと、皆さんと思います。ありがとうございました。また。